と新しい瀬こすりの木を見つけましたね。こううっすらと獣道が続いてるんですけど、この木ですね。ほらちょっとあの木の根元のあたりも草がちょっとなくなってて、ちょっと赤っぽく見えてるのが表面の樹皮が取れてる、ここで瀬こすりをしたんですね。して上のところはかっちゃったりかじったりして、これはかなり大きいクマが来てると思いますね。で足跡の方はこっちに行ってんのかな。ここもちょっとやってみましょうかね。ちょっとカメラの台数も限られているので、ちょっと今日の撮れ高を検討して、こちらに仕掛けてみても面白いかもしれませんね。